皆さん今日はね畑に来てサーフィンとその食べ物野菜のそのコミュニケーションを取りに今日はもうセミプロの人についてセミプロの人の畑を借りて今日はちょっと体験したいなと思ってます。で今日はどうですか、最初このゴーヤっていうのはどうなんですか。はい、もうこれは大きくてあの取れ頃になってます。これ以上いくと売れちゃって落ちて食べれなくなっちゃうので今がちょうどいい時期ですね。じゃあこれ切りますよ、はい、これ無農薬でやっぱりの味は結構あれなんですかね。もうゴーヤしっかりしたゴーヤの味がなってますね。でこれをね、はい、食べてね、はい、やっぱりもう年を取ると食い物が一番大事だと思うから食べ物がね。よくに俺はもう肉ばっかりだったわけで帯状疱疹の病気になって医者に言われてやっぱり野菜を多く食べなさいって。でまあサプリメントいろいろあるけどもやっぱり実際こういうものを食べないと納得できないじゃない、サプリメントだけじゃなくてね。今一応今日体験してこれを食べてどういう感じになるのか体がね、そういうことを試していきたいなと今後思ってます。硬くなってあまり美味しくないので、この形が綺麗なのが美味しいとかそういうことはないですか。そういうわけじゃないですね。すごいな。これでも食べてればあれだね、パワーつくね。あとね、もう抜いちゃいます。抜きます。はい、肩に抜けた抜けた。好きなのばっかしだな。あとこれ、これでどのぐらいかかるんですか。ここまでなるんや。これ半ここで4ヶ月4ヶ月でもうかな。あとこれも、はい、ここら辺3本全部抜いちゃってる。はい、いいなぁ。ほんとね、この野菜の価値があるよな。こういう姿見ないじゃん普通。はい、街でみんな八百屋さん売ってるとこしか見ないでしょ。ああ、でこれをきれいに洗ってみんな商品にするわけですね。ああ、ネギは食べて、ああ抜いてすぐの栗が一番甘いですね。あ、そうですか。ああ、これで何洗えば食べられるわけ。洗えば食べられますね。外身抜いて抜いちゃえば中身当然食べられますけども。あ、そう。ああ、
これどうですかね、これすごくいいですね。ね、もう根元からそう。はいはい。この桁のところが白いのあまり見えてないのが一番。あ、そうですか。見えてないのね。これもいいです。このぐらいの大きさが一番。あ、そうですか。最後。はい。これもいいですね。形がいいとか悪いのは関係ないですね、味はね。味はそうですね。あまり大きくなるとこれも。あと。はい。味が薄くなる。これもどのぐらいで。大体65-6センチぐらいで取っちゃいますね。これもです傷ついてるのは基本ハゼとかで葉で傷つけられたのか、そのまま成長して目立つだけなんで。でも味は関係ない。味は関係ない。見た目だけの問題なんで。はい。こっちが万願寺唐辛子で、はい、こっちがシシトウです。シシトウね、はい、辛くて食べてね、はい、どれだろう。どっちがいいのかな。シシトウはだいたい、はい、これも3-4センチぐらいだ。これでね、一番緑は辛いかもしれない。あ、そう。赤色がもう熟っていうことです。赤色ね。はい、ね、逆に覚えてます。赤色ね。はい、じゃあ赤色。あー、色がやっぱ違うね。こっちの方がいいんだ。こっちは何ていうか、こっちは漫画で動画ですね。はい、このぐらいになってると。大きさが違うけど、やっぱりそれぞれ種のあれが違うんですね。そうですね。漫画で動画でもっと大きくなるんです。あ、そう。はい。これも結構ピリッとくるときだったの。そうですね。種のところ食べちゃう。来るものを決まって、来ないものは来ないですけど。そう。はい。まあ、色は、この色になって、そうです。で、こっちのが、カモナスです。はい。カモナスね。はい。丸、普通のナスと違って丸いです。ああ。はい、これも。丸いナスは食べたことないな、俺は。やっぱもうこれもう取ってみただけでもさ、うん、あのなんとなく、はい、あれだよね。あと一つ大きなんですけど、はい、かぼちゃの、かぼちゃね、ゴリゴまた面白い形ですね。これは生で食べられるカボチャですね。ああ、そう、生でね。はい。美味しい。洗ってます。これは紫藤さん、はい、井戸水ですか？井戸水です。はい、はい、井戸水で、あの無農薬なんで、もう取ったら洗うだけ、取って洗ってすぐ食べる。いや、生まれて初めてだからね。じゃあね、食べてみましょう。うまい。これめ
味がするんだ。種が辛いね。やっぱりあれだね、こうやってちょっとでもこうやって入るでしょ、まあ苦さいろいろ辛さあるけども、これはやっぱり野菜なのかと思うよね。今コンビニとかいろいろ売ってるのはまた味がついちゃってるでしょ。はい、俺もこれから取れたて新鮮です、ね、もっともっと年取ったら借りてこういうのを作ってね、食べるのも健康にはいいよね。はい、ね、最後の俺が生まれた日だから8月ね8日でいい勉強して、こういう竹やぶがあってね、蜂の巣があっていろいろあって蚊がいて、こういうね農家のこの人たちのそこトイレだしね、なかなかクラシックでいい勉強になってる。だからやっぱサーフィンバカじゃダメだね。やっぱりこういうことを知ってこそ一流のサーバーになれるのかなと思う。これだってパッて見たら波に見えるもんね。もうワイミヤだよ、あそこなんか。これがちょうどね、晴れ間のちょうどレギュラーいい波でこういう感じでね。で、これがサメに見えるよ、サメサメ。いいね。やっぱり山と海、正反対だけども、あの、荻原健二さんがとも仲いいんですよ。ジャンプのね、ノルディックの。で、荻原健二さんがジャンプすごかったでしょ、ゴールドメダリストから。で、サーフィンをやって、稲村インサイドで、6フィートぐらいあったんだけど、どんどん体重が違って大きくなって、俺もビビって、上がったのね、一発乗って、6名の。ここで、稲村の人たちとローカルの子見たら、もう、華厳の滝がバーンって来て、魚がぐーっと上がってくるよくシーンありますよね。それのシーンみたいに、ね、なっているサーバーがいたの。もう、バーンと、レイトで手を振って、そしたら、荻原健二さん知らないで、もう、あいつ即死だねってみんなが言ってたわけ。そしたら、20分ぐらい泳いで来たの。だからもう、彼だって荻原健二さんで、大丈夫かって言ったら大丈夫。もう、そのまま倒れて、疲れたってことで。それで、少し休んで、シリガーマのコンビニができて、そこで水を飲んで、で、弟のつぐはるさんが運転して、で、水道のお店に行って、で、お腹空いたからってラーメン食べに行ったのね。で、ラーメン食べて、俺の隣に荻原健二さんが座って、ラーメン食べてる時に、ね、鼻からもう牛乳瓶2、3本水がこうこぼれてたわけ。その時俺はやっぱりね、ゴールドメダリストが恥かかしていけないと思って、見ないようにしたら、健二さんが耳元で、まあさ、海は怖い。死ぬかと思ったって。俺は健二さん、高いところがダメだから、ジャンプの方がよっぽど怖いって。ジャンプは、骨を折ったら痛いだけだって倒れて、海は苦しいって。海は本当怖い。彼がそう言って。その時に、ああ、さすがすごいな。やっぱりゴールドメダリストだけあるなと思って。その時に、あの山の男が、海を怖さを知って、ね、もう触れてたもんね。もう死ぬ。もう死んじゃうんじゃないかなと思ったみたいだって、出てこなかった40秒間ぐらいこうやって見てたら巻かれて、だからやっぱりなんともな、海が怖い、苦しい。山は確かに遭難とかいろいろあるけども、ジャンプに関してはピューっていって100メートルとか行くじゃないですか。バランス崩して倒れても痛いだけだってわけ、骨折るとか。苦しいって言ったもんやね、確かに俺はそう思う。だからこういうものを食べたりして、いろんなサーフィンバカじゃダメだから、サーバーは、ね、いろんな社会勉強もいろいろこうして、せっかくね、冬用が、オリンピックになったじゃないですか、若い子のね、女の子ナンパしたり、ロン毛で、ね、いろいろ、東京から来て、ね、おしっこ行ったり、朝早くからラジオつけて、でかいね、民家に迷惑かけたりして、サーバーが、そう評判良くなくて、冬用だって言うけども、俺たちの、がね、不良が結局オリンピックになっちゃったでしょ。すごいことだと思うの。例えばこの間ね、 TBS の偉い人が、小室さんたちはね、最高の世界でも最高のアスリートだって言うわけ。なんでですかって聞いたら、じゃあ長嶋監督がバットできるんですか、錦織さんがラケットできるんですか、なんだっけ、あの 100m の速いいるでしょ、誰だったっけ、ボルボルボル
なんだボルトか。ボルト。ね、靴ができるんですか。小室さんたちは、ね、ボートを削れてチャンピオンなんですよ。そっちの方ができるんだから、両方できるんだから、やっぱり世界のアスリートだって言って褒められたけども。その時はやったよ。本当は TBS じゃなくて NHK なんかこういうことをしなくちゃいけないんですよって言ってました。あ、なるほどな。一番褒めたのは、不良のスポーツが小室さん、オリンピックになったんですよ、小室さんたちは大したもんだって逆に褒められたよ。あ、なるほどなと思って、その時にサーフィンバカじゃいけないなと俺は思った。やっぱりね、社会に貢献する、で人々に貢献する。今はもう目標を持って、もう72歳になったから、サーフィン今ね、あとちょいでそのこの痛さが取れれば稲村のどこで乗れるから、もう昨日おととい、もう3日間連続してサーフィンやってるけども、もう立てるわけ。ただちょっと怖いから、で南でしょ、で波が小さいでしょ、大きければ大きいほど立つのが楽なんですよ、斜面が長いから。こんなちっちゃいのもやっと立たなくちゃいけないけども、このぐらいになると、頭半ぐらいになるとこいてパッとこう立って乗っていくと、ね、時間差があるわけね、波の斜面があるから立ちやすいわけ。ほんでその時に自分で初めて立とうかなって今思ってるわけ。その間は今練習して、毎日朝起きたら、今日は朝早いから、これ家帰ってもやるけど、あの腕立て伏せを100回やって、あと腹筋も100回やってね、それで出かけていくわけですよ。であとその他ストレッチやって、もう打とうとしてる時に、あの股関節を伸ばすために3分を今3回やって、もうだからそのトレーニングがね、みんな人を褒めてくれるよ、まあもうさ70でね、すごいですよって褒めてもさ、俺は泣いてるわけよ。だってもう普通おじいさんだから、のんびりしたいじゃないのね。でもできない、それはなぜできないかって目標もあるし、やっぱり全国のサーバーの人、世界のサーバーの人たちに、麻婆さんって人が80までやって、ね、サーフィンやって、普通は大体もう80って立てないわけよ。サップやんなくちゃいけないわけ。だからあの70、大体ダビッド・ケイカイさんとか、キーカイさんとか、バッハローなんかが、大体72、3、3、4までやってるから、俺は今その年に入ってるから、80で現役のプロサーバーっていないんですよ。だからそれを目標して、俺がそれからやれば、皆さんが俺を目標して、ああ、麻婆さんがね、75、76までやってるんだったら、俺たちもできるんだっていうことを証明してあげたい。もうそんなもう楽しみがないわけ。今やって、試合出て、1回戦落ちですよ。で、ね、2万、3万使って帰ってくるわけね。でもまあ、それもいいけども、やっぱり最終的には、どこまで自分が挑戦してできるのか、何歳までね。と俺は思う。だから皆さんも、なんていうのかな、もっともっと波も知って、マナーも知って、ルールも知って、潮の流れ、周りの環境、全部そういうことを覚えて一人前のサーバーになって、でエンジョイする。でサーフィンバカじゃダメだから、俺たち後悔してるわけですよ。サーフィンはうまいけども、社会でさ何もできないわけじゃん。ね、字もロックスポかけないし、生産もできないし、挨拶もちゃんと挨拶もできないし、でも俺はそれを、なんていうのかな、今日あなたとも初めて会った、あ、サーバーだなって分かるから、で、どこで。で、こうやって一緒にね、やってもらって、この一つのあなたの愛情を借りて、ね、今度野菜のこともあるって覚えたわけじゃない。で、こういうのをやっぱりみんなに、いや、実はこうだよ、こうだよって、このカメラ通して、言ってもらう。それがやっぱり真のサーバーだと思うし、何事も挑戦。もうだから蚊に刺されるというか、顔まで塗ってね、こういうことしたことないし、で今日なんか分かんなかった、セミの音もね、トクトク帽子がこっちで鳴いてたけど、まあこれなんだなと思って、このね、今のせでのこのね、並びが本当ワイメアに見えるよ、俺は本当この前の波だから、でかいよワイメア、いいよね本当に。だからこういう車なんかもジェットに見えるし、すごいいい体験した。今日はね、もう本当に蚊に刺さらないように色塗ってこう来て、で畑を見て驚いた。あの、ね、自然だしすごいなと思う。やっぱりこういう畑も海と同じで、あの開放感があっていいなと思って、今日はね、いろいろこの丸いこのこのナスはこれなんて言うんですか。あ、カモナスです。カモナスね、はい、これは味はどうなんですか。はい、これはみずみずしくて美味しいですね。そう、はい、これとの違いは何なんですか。こちらのと違うのは、こちらの方は炒め物に合いますね。 あとは漬物に合いますね。
はい、いいね漬物ね、これでね、はい、一杯飲んだらいいな、はい、でも酒もね今控えてるし、やっぱりプロでやる以上はやっぱり酒っていうのはあんまりね飲みすぎてよくない、はい、と俺は思うのね。で女性の方もよくないと思うし、それで、こっちの方は初めて見るんだけども、はい、これは普通の家庭ではどうなんですか。なかなか出回らないですよ。出回らないですね。京野菜の方でよく使われてる。じゃあ結構高い部類になるんですね、はい、これは普通のナスですよね。はい、ちょっと形が違うところまた面白いところです、そうですよね、はい、俺はこのイメージだったけども、はい、それで今度はこれですよね、はい、かぼちゃってのはもうちょっとこうなってるのかと思うと、はい、こういう形のもあるんですか。はい、ちょっと旬は過ぎてますけれども、コリンキーといって、あの生で食べられる美味しいかぼちゃです。そうですか、はい、これは2つあるんだけども、これはこれで、名前がやっぱ違うんですか。はい、赤色になってもう熟しすぎてますけれども、こちらが万願寺唐辛子、こちらがピーマンです。ピーマンね、ピーマン、はい、これもな辛そうで、でもこれが味付けで必要なわけですよね。はい、ピーマン。でもこの皮はもうほんと、はい、好きで、ピーマンとあと肉をちょっと混ぜて食べる、チンジャオロースっていうんですか、はい、そういうのが好きなんですよね。で、あと最後にこれね、ネギも。本当はこっちは食べられないんですか。これらも全部食べられます。食べられるよね、はい、食べられる。これもの千切りとか切っていいよね。この今食べたらうまかった。こうやっていろんなで形があるわけでしょ。最後にこのあれだよな、このゴーヤ、このゴーヤが俺はあんまりゴーヤっていうのは好きじゃなかったけども、体にいいから食べろってまあ沖縄行ったり、こう卵とかいろいろ切ってもらって食べるんですけども、なんかうまいなっていう感じじゃないですね、これはね。どうなんですか。そうですね、ゴーヤは好きな人は好きでね。好きな人は好きですね、うん、この苦い部分が本当に好きな人は、うん、このね、僕は苦い部分が嫌だったんだけども、でも卵とか沖縄なんか行くと必ずチャンプルっていうのがあるから、それをね必ず早期当番が飽きると食べるんですけども、たくさんは食べられないけども、そんなにこれは体にいいんですか。体にいい栄養野菜という位置づけで、はい、見てくれも悪いけどもね、はい、見た目は結構派手ですけれども、はい、でもこういうものを食べなくちゃいけないな、嫌いだ嫌いだっつって食べないよりは食べて、最近肉を食しか食べなくて、この帯状疱になったから先生にやっぱりなんていうのかな、野菜魚を食べろって、魚なんかもう今までお寿司とかその好きじゃないから食べなかったの。でもなるべく今トロとかマグロも食べれるようになったけども、なんか魚のこうなんとかな臭い匂い、そのなんとかそういうのがダメで、生の匂いが食べられなかったけど、今食べられるようになったし、魚もね、野菜も食べられるようになった。特に野菜をすごく俺今食べてる。誰かとやっぱり目が見えるようになったし、それに朝起きるのも辛くないし、なんかすごくで便秘も治ったし、なんていうのかな、野菜を食べてるとすごくなんていうのかな、こう体の中が変わったってのが分かるよね。そうするとやっぱり自分でも自覚して野菜は大事なんだなっていうのが分かるし、まあだからトマトもあんまり好きじゃないんですけども、トマトを食べるようにして、一番好きなスイカなんですよ。スイカはもうね本当好きだね。スイカをこうサジでこう焼くて取ってジンを入れて、それで食べるのが一番大好きだね。去年はスイカ食べられない、今年は2回食べましたよ。誕生日の時とみんな買ってくれて美味しかった。だからね、本当はそういうのね、包丁があれば切って入れて、つまみとあれに食べるのもいいなと思う。これがそれが一番のごちそうなんだ。あとこの無農薬がね、なぜいいのかってことをさ、あなたに教えてもらいたいな。
薬のいいところは、添加物とか保存料が全く、使われてなくて、はいはい、スーパーとかで売ってるのは何日も結構持つんですけど、はい、自然にできたものは、食が割れやはり生きてるので、うん、すぐに、新鮮でかつ栄養がたくさんついてるので、うん、とても体には影響もない野菜として自分は作ってます。そう、害がなくて美味しくて新鮮、はい、いいよね。で栄養が当然栄養だってね、はい、全然違いますよね、はい、自分の作る過程の中での肥料のやり方で全然味も変わってます、うん、肥料ね、はい、肥料ってことはまあ普通で言って餌ですよね。そうですね、全然違うの。変わってきますね。あ、いや、もうやはり生きているものなので、あの最初の肥料のやり方で味も変わってくるし。それはね、どうやって研究したわけですか？本とかなんか読んで。自分も鎌倉の本の農家の方で、はい、手伝わせてもらってるんですけれども、そちらの方でいろいろノウハウを教えてもらって、うん、この野菜の形、質、出来栄えと見てもらって、で何が食べないのか教えてもらいつつ勉強させてもらってます。そう、はい、いいよね。自分で作って自分で食べていいよね。それが、そういう生活がね、日本もそういう生活にね、が昔みたいになればいいなと。今はねこんな状態だから、そうか、はい。じゃあ無農薬というのは今野菜が高騰していると言われてても、形は悪くても美味しい野菜が自分で作って自分で収穫して自分で食べれるっていうところをね、しっかり覚えてやってもらえると。そうだね、はい。でもね、今日感じたのは野菜もサービスに結びつくなと思って、はい、ね、自分は今感覚、こうやってね、俺らサーファーはね、こういうものを自然を知りながら、野菜を知りながら、魚を知りながら、当然もう魚のことは分かりますね、海だからね。でもこっちの野菜の関係の方は、畑関係はサーファーにあんまり無縁だから、でもこう来て仲間に一緒になってもらって、この畑と畑が海のゲレンデみたいになってやれば楽しいし、今初めて長靴履いてこうやってやったけども、きつかったけども、あ、蚊に刺されちゃいけない、蜂が来ちゃいけない、でもね、そういう体験してこそね、味も分かるし、今食べたらうまいし、醤油つけなくても全然うまいじゃないのね。はい、もういや、びっくりしたね。山の宝ですね。そうだね、はい、いいこと言うね、山の宝か、はい、でやっぱり山もさ、教えてくれるね、この森もこういうところも何かを、はい、俺はいつも言うのね、波が俺を教えてくれる。会社サボってサーフィンやってる、まあもう会社行けよ、お金給料どうすんの、食べられない、電気代もね払えないだろ、家賃払えないだろって、波が教えてくれる全て。だから波は怖いで、湘南の海やっぱり愛情があるから、やっぱり俺にとってはやっぱりもう先生とかねって言ったら、もう波だよね。海じゃなく波を教えてくれる、一つ一つ波が。それで俺は勉強してきた。でもこれを今ね、こういう畑なんかも畑が教えてくれるね、心を動かすよ、すごいなと思う。だから大自然ってね、だから今日はいい勉強したね、ありがとうね。いや、こちらこそありがとうございました。紀藤さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いい勉強になって、もう蜂の子方いろいろあなた聞いてありがとうございました。ありがとうございました。同じサーファーとしてね、嬉しかったですよ。ああ、今日本当に勉強になった。ありがとうございます。今これを農家で取って今風呂に
名人に、中国のナンバーワンの国産に今やってもらって、ね、ほら、この人は、この、何十年ってやってる国産で、もうこの辺では有名な、ね、国産で、で、名前は、名前は、まあ、一応ニックネームっていうか、あれが、私、ヤンです。ヤン、ヤンさん。日本の記者、20年ぐらいの。で、もうずっと付き合ってて、友達で、でこのお店は、ラオ？ラオリっていう名前で、茅ヶ崎で有名で、コトラボって白塚にもあるのね。でもう彼がずっと国商でいて、でこう守ってる料理はすごくうまいから、30年やってるっていうの。でちょっとこのお店のちょっと宣伝してくれるっていうと、料理。料理の中国の料理の、味の、中国の東北沈阳の私の場所の料理の味、恰当の、沈阳の東北の味の、それでも日本の人たちにうまく美味しく提供してくれてるんだよね。だからもうさ、もうチンジャオロースとか、もう本当いろんな料理を作ってこう食べさせてもらって、飽きない、すごく名人だよね。もうすごいから、あのもうナスのこの切り方で分かるでしょね、これ分かるね、食べられるよ、ね、だからこういうの、なんていうのかな、これも全部美味しくしてくれる。さっきはもう畑から取れてきたでしょ、うん、で今彼がもうポン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 とさ、これがいいじゃないですか。